人々のバックスタンドに翻ります。選手たちは2002年の決勝で再びこのピッチを踏むことになるわけです。世界と日韓の真剣勝負、まもなくキックオフ。世界オールスターズ注目、フリーキックでゴールを狙うキーパー、その名はチアベルト。常識を覆す超攻撃的キーパーなのだ。フリーキックをもらった時にチアベルトがそれを蹴りに行く、その間がですねすごくいいんですよ。世界初ハットトリックをも達成し、ますますゴールへの意欲高まるチアベルト。今日のゲーム、果たしてゴールはなるか。日韓オールスターズ、その見どころはよみがえる2トップにあり。93年ドーハで韓国を破った歴史的一勝、以後日本をすでにリードするサズ&ゴンが新世紀の始まりをも祝う。韓国の新時代を担う天才司令塔コジョンスと90年代日本最強の2トップのジョイントは新時代の象徴となるか。ファン期待のカズ・ゴン同時出場もこの試合夢ではない。まもなくですね、世界のスーパースターたちがここに登場してくるんですが、キプテさん、はい、どうですか。いやー、本当にね、そうそうたる選手たちをですね、はい、この目で見ることができるんですね、楽しみですね。今両チームの監督のメッセージが場内には、あ、これさきさんですね。ラモスさんはイタリアでね、サキさんに会っていろいろお話を聞いてきましたが、はい、真剣勝負をやってくれるでしょう。今日はやっぱり失礼なことはできませんから、もうやっぱりお祭りといってもやっぱり勝ちに行きますとか、ちゃんとしたゲームは考えて、場内には銀色のテープが飛び交っていますね。いよいよムードは盛り上がってきました。これから選手たちは出てきますが、先ほど日韓合同チームのロッカールームを覗きましたが、非常にピリピリした真剣勝負の雰囲気が漂っておりました。さあ、それでは選手の紹介をよろしくお願いいたします。実況席の清水アナウンサーどうぞ。はい、まずは世界オールスターズカリスマゴールキーパー、パラグアイ代表ホセルイス・チラベルトです。そして続きましては、あのニューヨークヤンキースからドラフト指名されたこともあるという異色のゴールキーパー、アメリカ代表トニー・メオラ。94年のワールドカップでね、決勝トーナメント進出しましたけど、アメリカの守護神ですね。はい、名門ウクライナディナモキエフの守備の要、グルジア代表カッカ・カラッツェです。チャンピオンズリーグで大活躍しましたね、左サイドのスペシャリストです。はい、続いては元ブラジル代表壁です、マルシオ・サントス、ブラジルです。続いてはディフェンダーが紹介されます、アルゼンチンリバープレートのキャプテンです、名センターバックロベルト・トロッタ。いや、94年ねトヨタカップ、チラベルトと共に優勝に貢献してますね、天性のリーダーですよ彼は。はい、さあ、そしてワールドカップ5大会連続出場、90年イタリア大会優勝、ドイツの永遠の闘将ローター・マテウスです。鉄人ですね、20年間これが最後の試合になるんですね。そうですね、すでに現役引退を昨日明言しました、ローター・マテウス。そして昨年度ウーファーカップ優勝トルコ、ガラタサライ不動のディフェンダー、ブレント・コルクマスです。ガラタサライは今本当にヨーロッパで注目のクラブチームです。さらにフランスワールドカップで日本戦にも出場しましたクロアチア代表のテクニシャン、ロベルト・プロシネツキ。続いてはオランダ代表で数々の名舞台で戦いました、ボランチアーロン・ビンターです。もうミスタープロフェッショナルですよ ね、 そうですね、常にベストを尽くす姿勢に感動しますよ。はい、さあ、打って変わって今度は若干20歳のトルコ期待の若手ボランチです、エムレ・ベロゾグルです。すでに AC ミランをはじめとしてヨーロッパのビッグクラブが獲得を狙っています。世界屈指のドリブラーご紹介しましょう、アルゼンチンのナンバー10、アリエル・オルテガ。いや、来ましたね、オルテガ ね、 来ましたね。リードに変化をつけたドリブルが最大の魅力ですね。はい、続いてはパラグアイ代表ですが、リバープレートでオルテガのチームメイトでもあります、ユリティ・ティリヒプレイヤーのクエバスです、ネルソン・クエバス、非常にスピードがあります。さらに90年94年のワールドカップ出場、クライフに見出されたテクニシャン、ブライアン・ロイです。アメリカワールドカップではあのベルカンプともツートップを組みました。
アトランタオリンピック優勝メンバー、驚異的なスピードを持つウィンガー、ナイジェリア、ティアニ・ババンギだ。非常に高い運動能力、これミスアフリカですよね、はい、代表のプレイヤーです。続いては21歳でフランスワールドカップにも出場しました、ペルージャにいたこともあります中田のチームメイトでした、コロンビア、ホルヘ・ボラーニョ。以上、世界オールスター15名の選手がピッチに紹介されました。さあ続きましては日韓オールスターズが紹介されます。今回まさに歴史的な瞬間を迎えようとしています。まずはゴールキーパー鹿島アントラーズ高桑大二郎です。昨年で一番伸びたゴールキーパーでしょうね。2002年を狙ってほしいですね。はい、続いて韓国のカリスマ、国民的人気の K リーグナンバーワンゴールキーパーです、キム・ビョンジです。抜群の運動能力とキャラクターですね。チラベルトに負けてないと思いますよ。はい、さあアントラーズ3冠の立役者秋田豊です。交渉です。まさに身体能力では世界にも引けを取らない強力な体。そして K リーグ2年連続ベストイレブン、フィールドの仕事師カンクショルです。韓国が誇るユーティリティプレイヤーですね。シドニーでも活躍しましたよね、はい、オーバーエイジで出てきましたね、はい、続いては日本が誇るミスター身体能力、若い頃から世界を経験、松田直樹です。今回世界の一流プレイヤーとのマッチアップを非常に楽しみにしています。そして98年ワールドカップに出場しました、1対1の強さは世界レベル、代表復帰です、イ・イブセンです。続いて日本選手、先月日韓戦では代表初ゴールをマークしましたジュビロ磐田、服部俊博です。今の日本代表には欠かせないユーティリティプレイヤーですよね。日本の宝です。はい、続いて紹介されます、韓国で10年に1人の天才と謳われるミッドフィルダー、コジョンス。コジョンス、韓国の天才レフティーですよね、はい、前半のプレイメーカーとして期待したいですね。日本選手をどう操るのか、さらには正確なロングパスで世界を崩すか、若干21歳鹿島アントラーズ中田浩二です。アントラーズ3冠に一番貢献したんじゃないですかね。日本代表のリーダーになってほしいですね。はい、さらにこの独特の風貌ですが、韓国期待の有望株です。攻撃的ミッドフィルダー、昨年のチョン・ガンミン、 K リーグで一番伸びた選手ですね。そうですね、はい、今回代表にもまた入りました。そしてトルシエの期待はナンバーワンの日本代表ボランチ、明神智和です。明神なくして日本の中盤らしいって大ちゃんが言ってたね、まあ、オリンピックでねとにかく中盤の安定に貢献しました。さらにイブシギンの30歳です。韓国のダイナモと呼ばれます、パク・ナミョル。自慢の運動量で中盤を制圧します。さあフォワード、韓国の爆撃と呼ばれます、昨年度 K リーグ得点王キムドフン。どうですかね、最初にシュート狙いますかね。韓国のゴールハンター、チームリーダーとして今回期待でもできますね。このチームのキャプテンです。さあフランスワールドカップで歴史的ゴンゴール、中山雅史です。まさに魂のストライカーです。コジョンスからのパスも今回非常に楽しみにしています、中山です。そして今シーズン J リーグ市原入りが内定しています、韓国最高のストライカーチェヨンス。いやー、この人に日本は長らく泣かされてきました。そうでしたね、昨シーズンの K リーグ MVP ですよ。はい、さあ最後に登場します、キングカズです。やはり金田さん、この人が出ないとね。そういうことですね、後半出てきますね。さあ豪華なメンバーが揃いました。それでは再びピッチサイドの松下さん。いやー、我々はですねピッチサイドにいるわけですが、おお、花火が上がりましたね。ラオンさん、何かね、花火、はい、選手が出てくるたびになんかこう地鳴りするような。いやいや、ね、カメラのフラッシュもすごかったですよ ね、 いいですね。その満員ですね、今。そうですね、7万人ですか。すごいお客さん入ってくれましたね。盛り上げるためにして花火がすごいですね。うわ、綺麗なこと。この間のイタリア相手ミランの時以上だね、これ。似てるじゃないですか、これ。さあ今審判団も入ってきました。今日の主審は日本の岡田さんが務めます。これはあのレフェリーも緊張しますよ、これだけのメンバーですから。これはすごいんですよね、ワールドカップで活躍している選手たちばっかりですよね、はい。じゃあラモスさんからこの両チームの選手にまずエールを一言。いや、エールって私はちゃんとした試合が期待してますから、はい、
ぜひ、まあ、怪我しないように、でもいい試合が見せてほしいだけですよ。怪我人が出たら出てきますよ、はい、ラモスロインは。そうですよ、代わりに私でもよかったら、すぐ、はい、最後持ってきます。それでは両国国歌の斉唱です。まず韓国国歌、チョ・チャンヨンさんの歌声です。丸ごたいとろ하늘이미보하사우리나라만세무궁화삼천리화려강산대한사람대하늘로길이보전하세なお、この試合の模様は衛星中継で韓国のサッカーファンの皆様にもお伝えしております。続いて今年芸能生活40周年を迎える北島三郎さんによる日本国歌の斉唱です。いやですね、お客さんが喜んでます。出ました、占領役者の北島三郎さん。まあこの大観衆を前にも上がることはないとおっしゃってましたが、君が世は千代によ千代にさざれ北島三郎さんによる日本国歌の斉唱でした。しびれますね。アクセンチュアドリームサッカー日韓オールスター対世界オールスター、21世紀横浜は世界の香りにあふれています。さあ間もなくキックオフです。この番組は未来を変えていく力アクセンチュア、朝日新聞、プーマ、ファミリーマート、スバルとご覧のスポンサーがお送りします。21世紀の新春を迎えまして、いよいよ2002年日韓共催ワールドカップは来年5月開幕となります。その決勝戦が行われるここ横浜国際総合競技場、まさに歴史的イベントにふさわしいピッチといえます。まもなく夢のホイッスルが鳴らされようとしています。それではまず試合開始直前のスタンドの雰囲気を伝えてもらいましょうか。サポーター席の白石美穂さん。はい、もう試合前から熱気ムンムンといった感じのサポーター席なんですが、はい、もう日本と韓国の人がもう一緒になって盛り上がろうとしています。うん、そして一方土井さんと豊田さん。はい、こちらも盛り上がってまいりました。でもなんといっても先ほどの選手紹介の時のオルテガ選手の時すごかったですね。アルゼンチン代表ということで、あのアルゼンチン代表を応援するように紙吹雪がこのようにパッと回ってきたんですけれども、一番人気がオルテガでした。あ、そうですか。はい、この後もいろいろと熱気を伝えてもらう予定になっていますのでよろしくお願いいたします。なおこの夢のゲームなんですが、放送席は解説金田信俊さん、ピッチサイドからはサッカーパーソナリティラモス・ルイさんと椎名桔平さんに間近で見るプレーの迫力を伝えていただく予定になっています。さあ両チームの選手たちスターティングイレブンがピッチに
さーっと散っていきました。白を基調としましたユニフォームが日韓オールスターズです。そして水色を基調としました世界オールスターズです。豪華なメンバーが揃いました。それでは日韓オールスターズのスターティングイレブンをご紹介しましょう。ゴールキーパーは韓国のキム・ビョンジュです。そして特に今回は、J リーグのアルディレス監督、そして K リーグのチョガンレ監督話し合いまして、攻撃面が韓国、そして守りの面は日本の力をという申し合わせになりました。しかし中山が出ています。フォワードです。日韓オールスターズのサブのメンバーです。三浦和義は果たしてどの時間帯で出てくるんでしょうか。そしてフォーメーションをご覧いただきましょう。やはり中盤でゲームを作るのは韓国の天才ミッドフィルダーのコ・ジョンスということに金田さんなると思うんですよね。そうですね、コ・ジョンスにとにかく前を向いた状態でいいボールを供給してやりたいところですよね。それには服部明神、この辺の動きは大事になってきますし、今ねウォーミングアップでね中山とコ・ジョンスがやってるんですよ、つまりお互いのパスのタイミングだとか動き方、これをね事前にちょっとコミュニケーション取ってるみたいですね。はい、果たしてホットラインがつながりますでしょうか。そして世界オールスターズのスターティングイレブンです。ゴールキーパーは言わずと知れた世界のカリスマチラベルトです。そしてマテウスが金田さんディフェンスの中央になりますね。そうですね、上がってきますよ。ディフェンスだけじゃないですよ彼は。はい、中盤から前はオルテガのドリブル、そしてババンギダのスピード、ご期待いただきましょう。サブスティテューションをご覧いただきます。ネオラ、ソロッタ、そしてマルシオサントスにプロシネツキです。まあ、残念ながらロマーリオはこの会場に来てはいるんですけれども、やはり先月の30日ブラジル国内のゲームで痛めました右の足のふくらはぎ、ドクターストップがかかりまして今夜のゲーム出ることができません。フォーメーションです。クエバス、オルテガ、この辺りはフォワード非常にスピードがありますね。これはねアルゼンチンのリーベルコンビですよ。そうなんですね、そしてディフェンスの中央、やはり3バックを統率するのはマテウスです。その他ナイジェリア代表のババンギダのスピード、そしてボランチのビンターがどのようなプレーを見せるのか。ゴールマウスに立ちはだかるのはもちろんチラベルトです。右サイドのね、ベルゾグル、ベルゾグルね、それからコルクマツ、これはね、トルコのガラタサレーのコンビですから、要所要所ね、息の合った選手を配置してますよね。確かにそうですね、今回世界オールスターズを率いますアリーゴサッキ監督、とにかくファンの皆さんに楽しんでもらうゲームをお届けしますというふうに約束してくれました。さあ左にエンドを取りましたのが世界オールスターズです。右にエンドを取りました、まさに歴史的なチームが今回お目見えしました日韓オールスターズです。とにかく日韓の歴史の中で激しくサッカーで両チームはしのぎを削り合ってきましたが、そのサッカーでないとやはりこういったイベントは実現しなかったのも事実です。さあ前半の45分始まりました。2002年ワールドカップの決勝の舞台となります横浜国際総合競技場のピッチです。おっとちょっとディフェンス危ないところがあって世界オールスターズ調べるところが出ました。チャンスですね。日韓オールスターズはチャンスになる。折り返したところ、これはチャンス。交換してしまった。コジョンスだ。いやー左のアウトで打たないとね。右足で打ちましたねコジョンス。ね、だけど本当に最初のシュートでね、合同チームが打ったっていうのは大きいと思いますし、打った後のコジョンスの顔がいいじゃないですか。はい、ね、今折り返しはチェヨンスからでしたかね。そうでしたね、はい。とにかく、まあ、どちらかというと左利きのテクニシャンの、コ・ジョンスなんですが、このコ・ジョンスが周りをどのように使うのか、やはりあの日本と韓国と言いますとどちらかというと優秀なパサーは日本の方が多いというイメージはありますが、しかしコ・ジョンスは韓国の中でも非常に期待されているテクニシャンです。さあ今度は世界オールスタービンターです。ビンターから前、いやもっと詰めないとここはオルテガ、はい、あ今度はガイオースターの攻めになった向こうサイド、さあチャンスになります。左足のシュート来るか、いや折り返してきて、オーバーライトのクリアしました。最後クリアしたのは中田でしょう。中田浩二ですね。まだいやボールは出ていません。向こうのコーナーサイドです。秋田から一旦下げて前へのボール、さあここに18番をつけてのホルヘボラーニョ、そしてマテウス、マテウスから前へふわっと浮いたボールはゴールキーパーキムビョンジー、おっと、最初のボールタッチでしたが、最初のボールタッチもそうなんですけど、今秋田とキムビョンジーが声かけ合ってね、流しましたよね秋田がキムビョンジーにね、まあ、あの昨日の練習で選手たちにも聞きましたが、
言葉はおそらく試合中通じ合うということはないだろうから、やはりあのボディーランゲージであるとか、それからプレースタイルをお互いにどれだけ早く分かり合えるかと、そうですね、いうことを言ってましたね。これはもう世界選抜にも言えると思いますけど、まあそういう意味ではね、サッカーというのは世界共通でね、パスポートがいらないっていうで言われてますけど、まあそれはちょっと時間が経てば、結構コンビネーションが出てくるんじゃないですかね。さあピッチサイドにはサッカーパーソナリティのラモス・ルイさん、そして椎名桔平さんに見ていただいていますが、いかがでしょうか、ラモスさん。どうもどうも、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まったばかりですけれどもね、何か独特のこういったオールスターならではの緊張感が伝わってるんじゃないですか。いや結構みんな緊張してますね。あ、そうですか。やっぱりさっきあの金田さん言ったようにね、最初のボールタッチがやっぱりなんか、そうですよね、迷ってるっていうか、なんか緊張感でなんかうまくいってないんですよね。はい、まあそれはあまりしょうがないんですよね、相手もね、世界選抜の相手は世界選抜だもんね。もうちょっともうあの時間経ったらまたみんな伸び伸びやってくれるんじゃないかなと思いますけどね。それから椎名桔平さん、はい、あのマテウス注目というお話ですが、そうですね、他も見たいでしょうし、ちょっと目のやり場にこれ帰って困りますね。もうキョロキョロしちゃいますね。さっきあの岡田さんが言葉の問題、あのどうするかって言ってましたけど、昨日実は取材したんですよ、あの、中山選手、それから松田選手に聞いてみたら、もうこれは全然問題ないでしょうと。普段からあのいろんな国の人でやってますんで、それよりもこの試合に選ばれたことを光栄に思うっていうふうに言ってましたね。あ、そうでしょうね。それは世界オールスターズの選手たちも話していました。やはり日韓が手に手を取り合うというまさに歴史的な意義のあるイベントに参加できて非常に嬉しいということです。さあこちらは日韓オールスターズのメッチ、そして世界オールスターズの有吾崎監督です。80年代から90年代初頭、あの AC ミランを率いて世界に革命を起こしたといわれる独特のサッカー戦術、有吾崎監督です。イタリアをアメリカワールドカップでは準優勝に導きました。さあ裏のスペースに出ました13番ババンギだ。おっとこの右足のキックはもう一つ正確性を欠きました。いやしかしラインの裏をつくようなボールを出してきました。パスを出したのはオルテガですけどね、はい、非常にコントロールされたいいボールでしたよね今。この10番の選手があのマラドーナがつけていましたアルゼンチンの代表の10番を現在背負い続けているアリエル・オルテガです。前半の4分が経過しました。さあ、外のボールが、さあ中山だ。おっと、ディフェンスに阻まれました。中盤のウィンター、向こうサイド。ブライアン・ロイ、それからさらにはベロゾグル、まあ、ボラーニョというところも中盤ちょっと下がり目にいるでしょうか。世界オールスターズです。中盤、おっと、すでに前に突進を始めていました。しかしその選手にはつながりません。やはりまだ金田さん、立ち上がりというのはそれぞれのチームでぎこちなさというのは当然あるとは思うんですが、そうですね、初めてチームを結成しているわけですから、ただやっぱり世界選抜の方は、あのパスをね、多く通してコミュニケーションを図っていこうと、その辺はさすがですね、見ててね、ラモスさんどうですか、パスは相当回ってますよね、選抜の方ね。あとあの先のある手がもそうなんですけど、あのパス結構裏は狙ってますね。さあ中山から来たろ、チャンスや、さあ中山だ。さあゴール前に韓国のフォワードが走り込んでいきます。折り返したくないんだ。ちょっと弱かったね。ちょっと弱かったですね。狙いが良かったですけどね。狙いは良かったけどねちょっと弱かったですよ、ボールはね。今はしかしラモスさん、はい、日本の前線もなんか素早いパス回しでしたね。そうです、今早かったんですよ ね、はい、ゴンはやっぱりよく見てましたけどね、はい、ちょっともうちょっとボールね、あのちょっと弱かったからね、もうちょっとねスピードがあれば良かったな気がしますけどね、はいはい、どんどんやっぱりもう攻めていかないと点取れないからね、うん、そうですね、はい、まあ、どちらかというと両チームの布陣は共に守りよりも攻め、そんな感じになっていますが、さあ前線です。オルテガ、クレバスですね。16番クレバスですね。まあ、彼もアルゼンチンのリバープレートで活躍しますけどね、はい、非常にこうドリブル、オルテガがやっぱり身近にいるんでね、またどん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 伸びていくんでしょうね。そうですね。さあ中盤で日韓ですが、チョン・ガンミンです。4番をつけたミッドフィルダーが日韓オールスターズ、韓国のチョン・ガンミン。さあ柔らかいボール前出します。そのチョン・ガンミンです。ポニーテールにしている。おお、ジロベルトです。清水さん、はい、さっき試合始まる前にちょっとあのボマリア久しに行ったんですよ。本当に残念があったんですよ、ね、ロマリオね、本当に残念があったんですよ、はい、
やっぱり彼もやっぱり日本で、まあ、できれば1年ぐらいプレーやりたいという気持ちものすごいあるんですよね。あ、そうですか。4月向こうでブラジルで会って、去年のね、昨年ブラジルで会ってちょっといろいろ話したら、すごい興味が持ってるんですよね、日本のチームに。あ、はい、あ、ただ金田さん、オマーリオは今ブラジル代表にとってもまさにこういなくてはならないストライカー。いや、もう今もちろんワールドカップ南米予選始まってますけどね、ロマーリオが帰ってきてブラジルがね、立て直されたって言われてるぐらいですからね。はい、いや、オルテガが前に行っていましたが、キーパーキムビョンジ、さあすぐに服部へ、日韓の今ラインが素早くつながりました。いや、しかし危険なプレーを見せ始めるようになってきました世界オールスターです。さあ、この選手が14番コジョンス、左足で柔らかく向こうサイドに送りました。これ明神ですか。さあ、キムドフンが落として秋田が上がっている。そして明神です、日本の右サイド。日本は右のアウトサイド明神、左のアウトサイドは服部、ここに下がっているのは中田浩二。とにかくどちらかというと日本の選手が守備を担当して韓国の選手が攻撃を担当しますが、いいパスが出ました。さあ、ババンギラ、キムビョンジを守る、ペラテリゲタがかわす、戻してフリーでいる、シュートを打ちました。もう一回左足、18番のホルゲボルアニオ、コロンビア代表です。服部でしょう、最初のシュートをチャレンジしたのはね、はい、いいディフェンスでしたよ。いや、今回服部はね、あ、これはチャンスになるぞ。さあ、チェヨンスから、チェヨンスから中山のライン繋がりませんでした。今のプレーです、ここに服部が行きました。そうですね、やっぱりああいうね、中盤でちょっとしたね、ミスはね、逃してもらえませんよね。シュートまで作りますよね。あ、そのあたりはさすがに。さあ、また裏に出ました。こういうシーンが何度かありますが、ババンギダ仕掛けるのか、勝負か。さあ、後ろから水色のユニフォームが上がってくる、ビンター、来ました、元オランダ代表のアーロン・ビンターです。とにかく何でもできる選手です。イタリア、そしてアメリカ、フランス、ワールドカップ3大会連続で出場しましたビンターです。さあ、中山です、チェヨンスが手を挙げて離れていく、戻しました。さあ、中盤キムドフンから遠いところ、さあ、左足シュート、アウト、右足かわして、チェヨンス、いやー、いいフェイクを入れましたチェヨンス。しかし、わずかにボールはクロスバーの上です。金田さん、はい、一番難しいことはできましたけどね、うん、あのフィントが ね、 そうね、シュートが簡単だったのに。そうそう、今チラベルト寝て ね、この後ゴール一人しかいなかったんだけどね、うまかったけど、うまかった、うまかった。チェヨンスは韓国のアニャン LG チームの昨シーズンの優勝の立役者です。昨シーズン K リーグの MVP に輝きました。まあ、とにかく金さん、チェヨンスと言いますとね、日本はかつていろいろ泣かされてきましたが、そうでしたね、98年のワールドカップ予選もそうでしたね。そうですね、勝負強さがあります、いい選手ですよ。さあ、一本の長いパスから、さあ、抜けたぞ、今度こそ、左シュート、うわー、右に外れました。あー、2本続けて点を騒いだ。今誰からのパスですか、コジョンスですか、明治じゃない、明治ですか、はい、ははー、素晴らしかったです、最高のパスだったね、今ね、ラマスさん、素晴らしかったですよ、よく見てたねって感じですね。やっぱ決めてほしいよね、もうね、2本目だからこれは最初の惜しかったシュート、惜しかったですね、いやー、しかし明治から通ったというそのパスですが、これは日韓のちょっと心配されましたハーモニーもこれから徐々に醸成されてきそうですが、さあ、今度は世界オールスターズです。まあ、ここでね、カウンター気味に一本のパスで世界選抜ディフェンスラインの裏を狙われてますけど、はい、マテウスがどうやってライン調整してくるかですね、それも見ものですよ、はい、クエバックから向こうサイドにボールが行きました。さあ、またここで、あ、これはオフサイドのタックが上がっています。非常に運動量の多いクエバスが後ろに前にと走りました。さあ、今度は日本そして韓国のオールスターズですが、コジョンスですね、まあ、彼さん一つ心配なのはですね、はい、コジョンスは非常にプレーメーカーとしては優れてますが、はい、ややボランチのようなポジションにもなってますんで、そうですね、そこで守備をどれだけ後ろの日本の3人のためにやってくれるのかという部分があると思うんですけどね、LG というか、ソン・サムソンでしたっけ ね、 ソンサムソンね、僕は何回か見てますけど、確かに前でプレーしますけど、ディフェンスには相当貢献してますよ。あ、そうなんですか、やらないイメージあるんですけどね、さあ、後ろからこの右サイドのババンギダが先ほどから活躍しています。おい、さあ、中に入れました。
もう一度ここでミドルが来るのか。ピンター、これはいいディフェンスを見せました。そして服部です。服部から中山、トップ下のような位置になっています。そしてコジョンスから明神へ、さあこの辺り駆け引きです。12番のカッカカラッツェ、グルジア代表です。ディナモキエフで左サイドでもとにかく活躍してきました。このカッカカラッツェも AC ミランをはじめとしてヨーロッパのビッグクラブが注目しています。まだ22歳です。今回はとにかく世界の舞台をたくさん踏んできたという経験豊富な猛者のプレーヤー、それから赤根さん、これからですね、はい、ヨーロッパで名を売ろうという若い選手たちも来てるんですよね。将来嘱望された選手たちも多いですよ今回で、その融合チームですよ。はい、ほぼ満員に膨れ上がりました横浜国際総合競技場です。固唾を飲んで見守っているというような、まず立ち上がりでしょうか。ここまでのチャンスは日韓オールスターズの方が数では勝っています。前半のまもなく13分になるところです。チェヨンスが惜しいシュートを2つ外しました。まあ、シュートは非常にうまいというタイプと聞いていますが、チェヨンス、まだ日本の中山にシュートチャンスはありません。まあ、走ってビンター、ここで潰します。日韓オールスターズです。そして服部、服部からコジョンス、コジョンスから前、あーっと前いけたね今、あー一本のパスでね、あのファーストタッチでいけたかもしれないですね。そうですね、しかしコジョンスからいいタイムで今来ましたね。いやかなりいいパス出てますよ、コジョンスから、はい、さあサイドを変えようという世界オールスターですが、ここで服部、この辺りのパス交換から何度もチャンスになります。いい流れができています日韓オールスター。そしてチョン・ガンミンです。チョン・ガンミン、右サイド明神が走りましたが、ここは短いパス、キム・ドフンとのマンツーをもらいました。チョン・ガンミン左サイドでまたキム・ドフン、キム・ドフン前を向くのか、さあ中山も前にいるが倒されました。しかし今日は笛を吹くのは日本の3人です。主審は岡田正義さん、そして副審は柳沢和也さん、神原啓二さん、第4の審判員が吉田利光さんです。さあ前に走っていく、さあまたクエバスが右サイドでボールをもらいに走っていましたが通りませんでした。もう一つ前の方で世界選抜はパスがつながらなくなってきました。あの金田さん、中盤でちょっと下がり目のあたりで日韓オールスターの守備が非常にいいように見えるんですけどね。そうですね、立ち上がりは世界選抜両サイド特に右サイド使ってきましたけど、はい、それは服部、中田、この辺でコントロールしますね。そして右サイド明神、そして服部、まあ、サイドの守りはこの日本のコンビが頑張らなくてはいけません。そしてさあキングカズはどの時間帯で登場してくるんでしょうか。現在フォワードは韓国中心になっていますが、まあ、3トップのような形、チェヨンスとキムドフン、さらに中山、フリーキック取られましたけど早くやりましたね、はい、もうすぐに行った、ババンギだ、はい、まだ両チーム得点はありませんが、ババンギだ、ゴール前に選手が集まってくる、おっと打ってきた、右足のミドルシュートを見せました。さあ21世紀のドリームマッチ、まだ幕を開けたばかりです。どちらかというと日韓オールスターズ押し気味で試合が進んでいます。世界選抜を押していますが、さあ服部がオーバーラップだ、オーバーラップ、さあ中山が近くに走ってくる、その中山、そしてチェヨンス、チェヨンスから、ワンツー効いてたけどね、今キム・ドフンとチェヨンスですね、韓国の誇りますストライカー2人の交換だったんですが、まあ、それに中山もうまく絡んでいくというここまでの展開です。さあこれでリスタート、誰が蹴るんですかね、ロードチーム、まずは日韓オールスター、距離は 17.2 メートルと出ました。もちろんマウスに立ちはだかるのはパラグアイのカリスマ、チラベルトです。さあコジョンス、それからハットリー、どうしますかね、直接行くのか、いやこの距離角度、十分狙っていける距離なんで、コジョンスが立ってますけど、コジョンス行くんじゃないですか、コジョンス行きますかね、だいぶチラベルトがね、右サイドにポジション取ってますんで、左の壁から巻いて狙えるんじゃないですか、はい、さあ非常に真剣な表情で守ります、世界オールスター。さあコジョンスが蹴った、どうだ、いやすごいね、素晴らしい、チラベルトは一歩も動けませんでした。ラモスさん、はい、今チラベルトわざと右上げてたけど完全に取られたね。取られたね、逆にね。誘ったもんね今ね。そうそうそう。キック。
いや、うまかったね。うまかったね。これよく読んでたね、それを。ね、うわー、キャップに読めたからすごいな。逆だもんね。逆考えたよね。すごかったね。すごい。これは坂の面白さですよ。前半17分、韓国の10年に1人の天才ミッドフィルダーと言われますコ・ジョンスのフリーキック決まりました。いやこういう分野は金田さん、はい、日本の方が一つ上かなとも思ってましたが、そんなこと言えませんね。いやコ・ジョンスは持ってますからね。持ってますね。右にエンドを取りました日韓オールスターズ。さあ世界オールスターズは黙っていられません。さあパスがつながってきた。前にコ・ジョンス、おーよく触った。これはナイスキーパーキム・ビョンジ。さすがキム・ビョンジですね。今はベロドグルが17番の選手上がってきて、最後はいや惜しいチャンスになりました。ここで左足、これブライアン・ロイじゃないですかね。はい、金田、はいはい、金田さん、もうちょっとこれからね、もう行ってもらったか、ちょっと、はい、もうちょっとゆっくりね、これから自分たちのリズムでやってほしいですよね。そうですね、1点リードしますから ね。オフサイドありません。オルテガが中に入れて跳ね返します。松田ラモンさん、ここから面白い ね、先に1点取ったからね。あ、もうちょっと本当にいじめてほしいんですけどね、じわじわじゃない、いやいやさせてほしいんですよ、やっぱり、うん、いやー、ね、でもこれから来ますよ。アジア大砲ね、知ってるね、両チームで今ね、トップに立ってるからね、そういう強さがやっぱり見せてほしいんですよね、ここにね。いじめるんやったらラモンさんあたりおらんとな、ね、やっぱり。いやいやいや、とんでもないいやいや、それは金田さん左サイドで、いやいや、そんなことない、ドリームで得意な、これ落ち着いて、そうですね。しかしカナディ、世界オールスターズは前に人数かけてくるようになりました。あと今のはね、岡田正義さんの笛、プッシング取られたのかな。いいヘディングで競り勝ったんですけどね、中山が。韓国のコ・ジョンスの左足、スーパーなと申し上げましょう。フリーキックが決まりまして、チラベルトの壁を破った日韓オールスターズ、前半17分1点を先行。さあチラベルトが蹴りますよ。さあ左足ロングキック、ヘッドで勝ったのは日本。しかしこぼれ球は世界オールスター、左足シュート、わずかに右に外れました。ウィンターでしょ、打ってきますね、ウィンターです。しかしいいシュートですよね。コースはちょっと外れてますけど、本当にドライブのかかったね、力の入れてない、非常にこういいシュートですよ今のも、はい、清水さん、はい、なんか今ジールスカントーク、ね、もうちょっとボール回せとかゴーンに、ね、指示出してたんですよ。伝わった ね、うん、なるほどね。今キープしないといけないんですよね、はい、焦らないように、なんかとにかく、はい、さあ中山です。およく戻りました。下のカラッチェですね、はい、反対サイドから来ました中山と、ね、ファイティングは触れる、うん、さあボラーニョですか今の。コルクマツか、コルクマツは、そうですね、5番のトルコ代表ガラタサライのブレント・コルクマツです。トルコ代表として55試合に出場しました。この選手はややディフェンスラインの右側にいます。そして中央のマテウスから、マテウスもおそらくここだというところは上がってくるはずです。いいカットや、カットしました。チョンガンミン、さあ長身のチョンガンミンのドリブル、あっと中山とやや息が合いませんでした。この辺がね、突破するのか、うん、きちっとボールをつないで押し上げを待つのか、押し上げを待ってほしいんですよ、はい、やっぱり1点リードしますから、はいはい、ちょっと焦ったね、ラモス今ね、焦ってました今ね、うん、18番のね、うん、の選手はね、はい、今申し訳ないけど名前出てこないんですけど、あボラーニョでしょ、ボラーニョ、そう、はい、後ろからねゆっくり上がってたんですよね、うん、だからもうちょっと待ってほしかったんですよね、うん、はい、焦ることないんですよね、だボールキープしなきゃいけないんです今の時間で、はい、そして虎視眈々と同点ゴールを狙う世界選抜です。世界オールスターやっぱりできるだけ相手は簡単に渡せないようにいるボールはね、そういうことですね、はい、さあチョンガンミン、それから鳥の前ですが、いやババンギダでしょ今のスライディングね、一気に足が伸びてきました。それからラモスさん、はい、オルテガはここまでどんな風に見てますか。やっぱり結構いいですね、順に上がせてるんですよね、それは気をつけなきゃいけないんですけどね、やっぱりさすが上手いんですよね、足、うん、が広いんですよね、やっぱりよく見てますね、ほとんどミスはないし、ちょっとケアしないとやっぱり一発の怖さありますか ね、はい、そうですね、これでね、ポジション変えて引いてきますし ね、クエバスとポジションチェンジどんどんしてるんで、下がった時ですよ、はい、この人一発がありますからね、そういうことですね、集中しないと。さあコ・ジョンスの守備だったんですが、早い、そして一気に来た、組みてるし明神よく戻った、そうですね、素晴らしいプレーです、はい、左サイドからブライアン・ロイが来ます。そして右サイドからは
増えます。ポルトガもポジションチェンジしてくるが、キーパーチラベルト出ました。チラベルトもあのフリーキックをこれだけの観客の前で決められましたから、今度は俺が決めてやる、多分思ってると思いますけどね。思ってますよ穏やかじゃないと思いますよ、一番最初は世界選抜にフリーキックのチャンスあったんですから、はいはいはい、あの時出ときゃよかったと絶対思ってますから、いや入りましたね金田さん、入ってますよ。大変な観客になりました。2002年の決勝っていうのはこういう雰囲気になるんですね。そうなんですよね、まあ、もっともっとね、盛り上がるんでしょうけど、7万人収容できますが打ってきましたキュンビョンジ。今たのはコルクマツか。しかしすごいですね、このスタジアムが埋まったら、うん、マテウスが打ちましたね今ね。さあそしてボラーニョからオルテガですね。さあオルテガの前にスペースがある、オルテガどうする、さあかける、いやーいう感じから、あのワールドカップのアルゼンチン戦は日本は最後バティステータにゴールを決められたんですが、さあ日本そして韓国の今ホットラインも随所につながりだして非常に楽しみな展開になってきました。前半の23分、この選手が今回キャプテンマークをつけます K リーグの得点王キムドフンです。まあこの選手は神戸でも2年間プレーをしたことがありまして、昨日の練習でも一番早く日本の輪の中に自分から入ってきました。前を向いてクエバス、クエバスとオルテガ戻してエムレ、ベロゾグル、ベロゾグル、ベロゾグル浮かした。非常にテクニックがありまして、そんなに体大きくないんですがね、今のはループシュート狙いましたね、狙いましたもんね。さあ一方コジョンス、そして縦の突破分かります、チラベルトまで来ました。おっとちょっと見せ場を作るチラベルト、大きな歓声です。まあ、とにかくチラベルトは昨日あの金田さん、私記者会見の直前に彼に挨拶に行ったんですがね、はい、君は記者会見でアリゴをさっきに質問をするのかと言われまして、はい、するよって言ったら、彼にフリーキック誰に蹴らせるのかぜひ記者会見の場で聞いてくれと、もしチラベルトに蹴らさないって言ったら私は帰るなんて言ってましたけどもさで私質問したんですよ、したらねアリゴさっきちょっと言葉濁してましたね。ああマテウスもいるしオルテガもいるしチラベルトもいるし、その時になったらおそらく迷うでしょうってことをね、それは監督が一番迷いますよ、ね、ただチラベルトはちょっと話す機会があってね、はい、ロマーリオがもし俺が蹴るって言ったらどうするんだって言ったら、いや押しのけて俺が蹴るって言ってましたけどね結局はその時に言ったもんの勝ちになるんですかねまあそういうシーンがおそらくこの後何回かあるでしょう、期待しましょう。さあゴールキーパーキュンビョンジが来ましたが、ピッチサイドの椎名桔平さん、はいはい、ここまでですね、なかなか息が合っているように見える日韓のオールスターズですかね。そうですね、昨日はいろいろとあの日本選手も取材されてたと思うんですが、どうですか。中山選手あたりはですね、やっぱりロマーリオとやりたいって言ってましたけど、今日はちょっと残念なんですけどね。そうですね、怪我で、はい、はい、秋田選手も楽しみだって言ってましたしですね、うん明神選手ですね、はいはい、なんかね僕ずいぶん若いですからマテウスのことあんまり知らないと思ったんですが、実は小さい頃から憧れの選手って言ってましたね。あそうですか。それから18、9、約 2,3 年前ですね、うん、コジョンスと一緒にプレーしたことがあるんで、またこういう機会に再会するのが楽しみだっていうふうに言ってました。あの戦ったことがあるっていうことでしょうね。そうですそうですそうです、ロマーリオは残念ながら右のふくらはぎを痛めていまして、本人は出るつもりで横浜にやってきたんですが、直前にドクターからストップがかかりました。今日は残念ながらピッチの上に立つことができません。さあ1点を追います。世界オールスターです。ボラーニョから中盤、ブライアン・ロイからここにエムレ打ってきました。左足、なかなか白いユニフォームがいい壁を作っています。そしてその明神です。そしてまた前半の26分、ひたひたと迫ってきます世界オールスター。あーいいディフェンスだ秋田、秋田が1対1、ここにスペースがあります。さあドリブルが始まった。クエバスからこちらサイド、ババンギだ、ナイジェリアの並外れた身体能力、一旦戻します。日韓オールスターは引いています。マテウスです。マテウスからエムレ、ベロゾゴル、いいパスが繋がった。あーっとナイスディフェンス、踏ん張りましたね、よくね、はい、踏ん張りました金田さん、はい、
今もあのマッテオスの、ね、あのボランチの位置にプレイヤーしてますね。そうでしたね、上がってきましたよね。イライラしてきたんじゃないかなと思いますけど中山が高いボール、キムロンですが、チラベルト出ました。しかしラモスは今マテウスが上がって、おチラベルト行く、チラベルト来ました、ね、チラベルト行きます。そしてバランギだ、クエバス、クエバスはパラグアイ代表、まあ、チラベルトもこのクエバスについては非常に運動量があるしスピードもあるぞということを話してくれましたが、さあ南米とそれからヨーロッパと世界を代表するスタープレーヤーが集まりました、この横浜のピッチです。しかし日韓オールスターズがKリーグを代表してきました天才ミッドフィルダーコジョンスのフリーキックが決まって1点をリードしています。前半17分でした。トルコ代表のベロゾグル、ベロゾグルが盛んにこう前にワンツーを使って突破を図りますが、コジョンスこのこぼれ球はどうか、まあ、それから金田さん、はい、あの考えてみると日本の後ろにいますアントラーズの秋田と中田浩二ですね。これはね、この2人は大変だと思いますよ。大変ですよ、一昨日ですよ。あんまり、まあ、無理してほしくないというかね、最後まで見たい選手なんですけど、やっぱり中1日ですからね。そうなんですよね。それも3冠達成した後ですから。ただこういう非常に大きな舞台ですから、もちろん楽しみにもしていましたが、ババギだ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 、さあわずかに右に外れました。さあ次の喜びのゴールはどちらのチームに生まれるんでしょうか。さあマテウスからのロングパスでチャンスになりました世界オールスター。さあ右足のシュートが出るのか、ああいませんでした。いやかなり、しかしその前にマテウスが上がってきていました。ドイツの永遠の闘将マテウス、昨年11月までアメリカのメジャーリーグサッカーニュージャージーメトロスターズでプレーをしていましたが、退団をしてマテウスはその後サウジアラビアのクラブからオファーがあったそうですが、ちょっと悩んだそうですけれども、昨日の記者会見でははっきり私は現役をもう引退すると明言しました。ですからさあチャンスになった、これがマテウスを見る最後のゲームになるのかもしれないが、またフリーキックですよ。おここでさあ、いやー来た、あ来た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 よ、来ました、チラベルトが来ました。絶好の位置になりました。チラベルト、金田さん左足ですよね。左です金田さん、はい、さっきフリーキックで決められたから ね今度また自分でその悔しさここで出すんじゃないかなと思いますけどね。力みすぎになるんじゃないかなこれだったら面白いな気がしますけど ね、うん、日本人のベンチなんですけど、はい、全員身を乗り出して立って見てますねいや本当にチラベルト蹴るのかって顔しますね。 18.6m ですね。さあここまで公式戦60のゴールを記録しているチラベルト、壁に当たってもう一回右足、わずかに右に外れました。いや2回打ちました、懸命に戻るチラベルト、懸命に戻ります。これはね、いつもねアルゼンチンリーグで出ていて蹴ってますけど、はい、やっぱりあのダッシュで戻ってますよ。やっぱりそうじゃないとね、彼はね勝ってても行きますからね、時間がなくても、金田さん、はい、日韓ベンチです。はい、4、5人まとまってアップ始めましたが、はい、数もアップを今始めてます。そうですか、いよいよですかね、来るんでしょうか。清水さん、はい、こちらにわざわざねロマルが来てくれました。お、はい、ちょっとロマルにちょっと聞きたいことあるんですよね。あのこのファンの皆さんにね、今日どうして僕だけじゃなくて他の人もねどうしてもプレーが見たくてしょうがないんですけど、残念ながら怪我で出れなくて、まあ、ファンの皆さんに一言でも言ってくれればありがたいなと。Eu infelizmente não estou podendo aí participar do jogo, que é uma pena, é o que eu realmente queria, mas infelizmente pelo que aconteceu não dá para jogar. Mas o mais importante é que é uma grande festa, mesmo com os jogadores que aqui estão presentes, e que quem desfruta com isso somos nós que estamos aqui olhando a partida, e esperamos que todos que estiverem aqui, que estiverem vendo por televisão, desfrutem realmente de um grande jogo. 残念ながら期待してプレイをしたかったんですが、怪我のために出場することができなかったんですけども、皆さんが僕と一緒に観光客と一人としてエンジョイできるんじゃないかと思ってます。今までちょっと30分経ちましたけど、この30分の中で試合見てて感想はちょっと聞かせてください。大丈夫でしょう。
Olha, a seleção da Coreia e Japão tem o melhor, está jogando melhor, até porque os outros jogadores com certeza nunca estiveram juntos, né? E tecnicamente a seleção da Coreia e Japão até o momento mostrou ter uma qualidade melhor, apesar que individualmente a outra seleção tem valores individuais melhores do que a outra seleção, mas no conjunto, em geral, a seleção da Coreia e do Japão está apresentando melhor futebol. 今は韓国とブラ、あの日本の方が、あの、の方がプレーがよくやってると思います。で韓国とあの日本の方は今練習して、あの世界、あのその世界選抜の方は、まだ今まで一緒にプレーしたことないということで差が出てると思います。個人的な技術には、あの韓国、あの日本には負けないと思ってます。チャンスだ、キムドフン、そしてチャンスだ、キムドフンからチャンスだ。しかし、まあ、残念ですけどね、我々日本のファンは、2002年のワールドカップでロマリオさん待ってます。até lá falta muito, né? Mas se realmente houver a oportunidade, vai ser um prazer, porque essa é a segunda vez que eu venho aqui no Japão e sinto que existe um carinho muito grande de japonês para comigo. E se Deus quiser, em 2002, estarei aqui junto com o Brasil.2回目に来て、あの、みんな心温かく来てくれたので、あの、また、あの、ワールドカップに少し出演として来れるから、本当に楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. トーマリオさんでした。どうぞ。はい。残念ながら、今日はピッチの上に立つことができません。ロマーリオですが、さあ、しかし、非常に惜しいチャンスがまた日韓オールスターズの方にありました。 まあ、金田さん、はい、ロマーリオも言ってましたが、やはりちょっとあの日韓オールスターズの白いユニフォームの方がよく見えるという話でしたけどね。そうですね、技術的には負けないっていうね、今日ピッチに立ちたかったと思いますよね。そうですね、清水さん、はい、やっぱり見たいんですよね、彼の台本の時もね、まあ、ワールドカップに来てくれればやっぱりありがたいね、でもその前にもしかしたらね、日本でもプレーできるかもしれないですね。そうですか、はい、おー、ラモスさんが楽しみですよね。いやいやいや、かなり信憑性が、まあ、本人はね、本当に日本でプレーやりたいという気持ちすごい強いと思いますけど、はい、まあ、とにかく金さん、調べるとも今回話してましたけれども、日本のサッカーファンというのは非常にあのバナーが良くてね、真面目にサッカー見てくれて、その前でやるのはいいんだと。さあチェヨンスです。このチャンス、あっと繋がりませんでした。ちょっとね、チャンスゴール前でかなりチェヨンスもらってるんですけどね。そうですね、さあかわしました。おっと、ここはカラッツが上がってきた。カッカカラッツェ、ディナモキエフの左サイドを任されている。さあ伊藤にかけます、左足、あっとシュートまではいきませんでした。いや、よく守ってます。最終ラインが頑張っている日韓オールスターズ、まあ、最終ラインというのは日本の3人なんですが、チェヨンスからダイレクト、チョン・ガンミン、ボールがつながります。服部、ボールが回ります。いいですね、キンビョンジ、いいですね、そういうの気持ちいいですね。相手をどんどん走らせた方がいいですね。あ、そうですね、疲れさせた方がいいですね、はい、まあ、長旅の疲れというものもありますし、そういう意味ではボディーブローを徐々に与えていきたい日韓オールスター。前を向いた、速い。さあクエバスからオルテガ打ってきました、ダイレクト。まあ、このオルテガはヨーロッパでもイタリアのクラブで活躍しましたが、とにかく現在アルゼンチンの10番を背負っています。現在アルゼンチンは2002年ワールドカップの南米予選では第1位。さあこのパスはクエバス、奪った松田です、12番。そして明神から縦、ここにチェヨンス、すぐに前を向いて横へ、ポジョンスからチョンガンミン、いやー、よくボールが回る。そして服部ダイレクトで、これもつながる、また戻ってきた。日韓のパスが面白いようにつながっていますが、ここでボールを奪ったババンギダ、ベロゾグルです。この選手がベロゾグル、いやー、だいぶ左空いてますからね今、はい、そしてマテウス、さあ上がってきましたね、マテウス上がってきました。向こうサイド、ブライアン・ロイ、ブライアン・ロイがどうする、切れ込んでくるのか。1対1の応対は秋田、いやー、しっかりと対応しました秋田豊です。さあ秋田が頑張っていますが、ここはチャンスになりました。世界オールスター、ブライアン・ロイの左足です、元オランダ代表。さあ遠いところ、
チョン・ガンミンのヘッド、勝ちましたら日韓オールスターズです。またババンギだ、あ、倒されました。あ、これはホイスラーなりません。徐々にしかし体ももちろん温まってハーモニーも生まれてきました。本当の戦いはこれからです。今また日韓オールスターの惜しいチャンスがありました。さあ、先ほどからリベロの位置にいましたドイツの永遠の闘将ローター・マテウスが最短前に出てきます。この選手ですが、おっと、ここはどちらか。そうですね、日韓オールスターの方にファウルがあったでしょうか。シェヨンスですね。マテウスと競り勝ってはいたんですけどね、はい、とにかく代表キャップ150試合そしてワールドカップ25試合出場、世界記録を持っているマテウスです。椎名吉平さん、今、はい、マイクお持ちでしょうか。はい、持ってます。あのマテウスがですね、前に上がってくるシーンが増えてきましたんで。そうですね、マテウスが上がってくるだけでやっぱりこうサッカーの歴史みたいなものを感じさせながら上がってきますよね。なるほどね、あのね、チョガーネ監督なんですが、はい、日韓チームにとにかく前前行けと、そういう指示を出しますね。あ、そうですか、はい、はい、とにかくこの1点でまだまだ満足せずに次の点を狙いに行けということだと思います。さあ、ゴンゴーラ生まれるんでしょうか。清水さん、はい、ここは世界オールスターズのベンチがみんな動きありますね。動きありますというかみんなウォーミングアップ始まりましたね。あ、そうですか、はい、気温が低くなっています。そうですよね、ピッチ上寒いと思いますよ、はい、寒いですよ。寒いでしょう。ただ両チームの先発ね、あのユニフォームの背中に朝日背負ってるんで結構暖かいかなと思って見てるんですよ。そうでしょうか。あ、これはホイッスル。おお、まあ、とにかく今回はこれマルシオサントスですか ね、 そうですね、ブラジルの名ディフェンダーです。控えにも素晴らしい選手が来ています。あのクロアチア代表のプロシネツキも来ています。チョンガンミンどうする、あっと当たってしまった。こちらに控えてチェヨンス、日韓オールスター2点目を狙いに行く、かまして左足、あ、ここはしっかり守りました。いや、マテウスでしょ、マテウスですね。いや、とにかくマテウス、これから体を張っている世界オールスターのディフェンダー、いや、非常に厳しい表情をしています。おそらくマテウスもドイツで引退セレモニーで何試合かあったかもしれませんが、こういう戦いの舞台はもうほとんどあと残されていません。日本のファンは幸せです。さあ、コジョンス、ここで打っていく明治、いや、これもマテウスですよ。あ、ちょっとマテウスが目立ち始めました。昨日ですね、あの明治選手にインタビューしたときに、はい、アジアカップの時のようなあのミドルシュート、あの一発今日決めたいっていうふうに言ってましたんで、うん、今多分狙ったんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうね。なるほどね、素晴らしいシュート決めましたもんね。もうあのああいうタイミングは絶対逃さず打つようになりましたよ ね、 そうですね。彼はね、ロイからメロゾグル、そしてここ一人フリーでいます。そしてオルテガも前に走っているクエバスも行く。いや、ビンターも元気いいですね。ビンターですね。ホルヘ・ボレアーニョ、コロンビア代表。そしてババンギダが右に開いています。1点を追います。世界オールスター、ちょっとここでスピードダウンします。ボールを回す、ロイから向こうサイド。さあ、カラッツェ、左足のカラッツェから向こうサイド中に切れ込んできます。わあ、これは日韓ボールになりました。コジョンスが一気に前狙いましたね。あ、これ思いっきり狙いました、ね、狙ったんですね。調べると前出てましたからね。いや、まあ、コジョンスは先月の日韓戦の時はコンディションが悪くて代表には選ばれませんでしたが、年末に発表に、はい、惜しいチャンスでしたが決まりませんでした。世界オールスターズ、いよいよ本領発揮か。世界オールスターズ、あわや同点かという惜しいシーンがありました。今これ抜けましたね、彼抜けましたね。やっぱりね、スルーパスとスピードババンギだ。最後クエバス狙ってたんですけどね、これ秋田がよく戻りましたよね、はい、もう一度これ秋田が、あー、おととい天皇杯で見事に鹿島アントラーズを J リーグ史上初の3冠に導きました立役者の秋田豊。中1日で今日ピッチの上で戦っています。
馬場木だ。さあ日韓ボールになりました。その後金谷さん、またあの日韓オールスターがカウンターからのチャンスというのは何かあるんですよね。そうですね、これはダイレクトで探しますコースだ。うわ、しかし今ラモスさん、はい、マテウスの今のディフェンスの反応の速さね、すごかった、速かったけど、すごいよね今の、はい、でも左のサイド今ずっと行ってましたけどね、あ反対の方ですね、珍しくあの名字、目に入れなかったっていうのね、最後ファウルになりましたけど、ラモスを読み切ったね、ね、早いですね、早い、さすが、本当に現役引退するんですかね、もったいないですね、もったいないですね、39歳ですが、さあ、2メートルと少しですね、ゴールまでの距離です。さあ距離の表示をご覧いただきました。これは合わせてくると思いますね、はい、まあ、キム・ドフン、チェ・ヨンス、中山、この辺はねヘッド強い選手が多いですからね、うん、さあここはボン狙っていったか。ジョンスがまた左足で蹴りました。これは日韓オールスターのコーナーキックに変わります。前半17分にコジョンスの左足のフリーキックが見事に決まりまして、調べると一歩も動けませんでした。先制ゴールをマークしている。さあロスタイムは1分と今表示になりました。前半あっという間に過ぎました。このコーナーキックはどうか、ハイボール、あーと叩きつけました。前半終わりまして日韓オールスターズが1点のリード。さあそれではサポーター席の熱気を伝えてもらいましょう。白石さん。白石さんどうでしょうか。はい、準備できましたでしょうか。大変な盛り上がりですね。試合中ですね、日本と韓国のサポーターが手を取り合って日韓日韓という日韓コールが沸き立ってました。もうとにかく一つ一つのプレー一気一憂してまして、すごく盛り上がっています。はい、さあそれから一方豊田さんの方はどちらでしょうか。豊田さん、はい、こちらも終始盛り上がっておりまして、特に大きな歓声が起きたのはチラベルト選手が、うん、あのゴール前でフリーキックをした時、 あの時はですね、もう本当に大きな歓声と割れんばかりの拍手が起きておりました。はい、ということでとにかくぎっしりと満員に埋まりました横浜国際総合競技場です。さあ前半終わりまして、このお二人に聞きましょうか。ラモスさん、はいはい、簡単に印象をお願いします。そうですね、思ったよりやっぱり本当に二冠堂のチームが結構やってるんですけど、はい、せっかく1点ともらったのに取ったのに、もうちょっと冷静に相手を、うん、まあ、自分たちのリズムでもうちょっとやってれば、少ないミス少なくしてやってれば、もうちょっとチャンス生まれてくるんじゃないかなと思いますけどね。椎名さんどうでしょう。はい、まあ、コンビネーションの問題がね、後半になればもっと出てくると思うんで、ますます後半期待したいって思います。それで僕は今かけで、この間さっき3対2ってかけたから、ラモスさん 2-2 でしょ。この結果もちょっと楽しみにしながら、私 2-2 ですよ、はい、果たしてどうなるんでしょうか。スタンドでは日韓サポーターが史上初めての合同応援を繰り広げています。ここまでは未来を変えていく力、アクセンチュア、朝日新聞、プーマ、ファミリーマート、スバルとご覧のスポンサーがお送りしました。ここからは未来を変えていく力、アクセンチュア、
朝日新聞、日生、ホンダとご覧のスポンサーがお送りします。この大会は特別協賛、アクセンチュアと朝日新聞社、ファミリーマート、プーマグループの協賛によって行われています。そして日韓合同チーム結成を記念いたしまして、韓国ソウル2泊3日の旅行を5組10名の方にプレゼントいたします。ご覧の宛先まで住所、氏名、年齢、電話番号、そして今日の試合結果と感想をご記入の上お送りください。明日1月4日消印有効です。さあこの後は前半のスーパープレーハイライトと史上初両チームの控え室にカメラが入ります。それでは前半のスーパープレーをご覧いただきましょう。日韓オールスター立ち上がりからいいチャンスを作りました。まずはこのチェヨンス、調べるとに尻餅をつかせたまでは良かったんですけどね。そうなんですよね、最後の右足わずかに外れました。チェヨンスは前半何度も惜しいチャンスがあったんですが、残念ながら、ゴールは決まりませんでした。そして前半17分、コジョンスのフリーキックご覧いただきましょう。これはすごかったな。スーパーフリーキックです ね。調べるとは自分の右サイドをわざと開けてそこにボールを呼び込んでるんですけど、コジョンスはその裏を呼んで調べるとがいるところに蹴ってますからね。世界選抜、世界オールスターも再三前半はチャンスを作ってここで調べると、もう一回いきます。これは壁に当たりました。まあ、再三あの左右のスペースも使って突破を図ってきますから、後半非常に怖い世界オールスターです。さあこの後はめったにお目にかかることのできないロッカールームにカメラが突入します。それでは日韓オールスターサイドの木村さん、木村さんつながってますでしょうか。ちょっと今マイクのところにいないかな。じゃあ世界オールスターズサイドの土井さんに行きましょう。土井さん、はい、世界オールスターズの選手たちも続々とピッチの方に向かいました。はい、調べると選手もですねいち早くピッチの方に向かったんですが、フリーキックどうしますか後半はと聞いたところ、監督に聞いてくださいという一言だけでした。あ、そうですか。さあこの後はいよいよ後半のキックオフです。アクセンチュアドリームサッカー日韓オールスターズ対世界オールスターズ1対0、日韓オールスターズのリード。後半が今始まりました。左にエンドを取りました。白を基調としたユニフォーム、袖には日本と韓国の国旗が並んで描かれています。日韓オールスターズです。さあまさにこの歴史的なイベントを迎えまして、横浜のピッチ後半を迎えてさらに盛り上がっていますが、1対0とリードしているのは日韓オールスターズです。このハーフタイムの間に両チーム選手のメンバーの入れ替えがありましたが、さあオルテガ、オルテガがここでボールをキープして上がりを待ちますが、ファウルがありました日本。オルテガに対してのファウル。ここで後半から入ってきた7番のプロシネツキからボールが回り出しました。羽田さん、プロシネツキが入ってきてますね。そうですね、クエバスと変わったんだと思いますけどね。はい、まあ、ちょっと前半とは変化をつけた2トップ、これちょっと期待したいですね。そうですね、同じような感じで進んでたから日韓合同チームは守りやすかったと思うんですよ。はい、プロシネツキがちょっと変化を与えてくれればまた世界選抜も面白くなると思います。はい、クロアチアのテクニシャンです。おう、トロッタ、アルゼンチンのトロッタがまだ控えています。彼も素晴らしい選手ですよ。そうですね、それからディフェンダーのブレント・コルクマス、トルコ代表に代わりまして後半からはブラジルのマルシオ・サントスが入っています。ブラジオ・サントス、マルシオ・サントスもアメリカワールドカップを制した時のセンターバック、現在はブラジルに戻ってその名の通りサントスでプレーをしていますが、そしてゴールキーパーもチラベルトからアメリカのメオラに変わりました。あっとこれは日韓ボールになるか。ブライアン・ロイ、巧みなボールさばき、プロシネツキワンツーもらいました。オランダのロイからさあホルフ・ボラーニョ、反対サイドに素早く振っていきました。そこにナイジェリアのババンギナがいます。今オルテガが一番前にいます。ドリブルでいく、2人がつく。そして日韓オールスターズもメンバーを4人変えました。やはりアントラーズの秋田、それから中田浩二は疲れがありますので前半だけでの終了になりました。それに代わりまして韓国のイ・イムセンとカンチョル、2人のセンターバックが入っています。最終ラインです。
日韓オールスターズのメンバーをここでそれではご覧いただきましょう。それから中盤の韓国の前半もなかなか見どころがあったチョン・ガンミに変えましてパク・ナムヨルを入れてきました。秋田と中田浩二が代わって、それからゴールキーパーはアントラーズの高桑が後半から出場しています。あと日韓オールスターズのベンチに残っているのは三浦和義、キングカズだけです。それからはい、ですね、アルディレス監督がですね、はい、15分だったらカズを投入すると言ってくれました。あ、そうですか。はい、久々にあのゴンカズが見れるかもしれません。そうですね、はい、さあベロゾグルから前のスペースへ走るオルテガ折り返します。ここにはブライアン・ロイのヘッド、ゴール前はアントラーズの高熊に変わっています。さあカズです。まもなく出番が出てきそうです。カズは今日は昼間静岡カップのゲームを戦ってそしてこちらに駆けつけました。それでは世界オールスターズの後半のメンバーです。ゴールキーパーがチラベルトから、ネオラに変わっています。チラベルト、あ、チラベルト変わっていないですか。チラベルトですかね。それからマルシオサントスにディフェンダー変わりました。マテウスが後半はどのようにまた上がりを見せるんでしょうか。さらにはカラッツェ、クロアチアのテクニシャンのプロシネツキが中盤に入ってきました。ちょっとプロシネツキが2人今出ていましたが、オルテガが金田さんだいぶ前の方に出てきてますね。ワントップ気味に残ってます ね、そうですね。その下にプロシネツキがいますね、はいはい、最終ラインはやっぱりマテウスが真ん中守って、マルシオ・サントス、そしてカラッツェ、この辺はディフェンスはねラインとしては変わってないですね、はい、まあ、多分後半もっともっとあのミッドフィールドに多分、マテウスが上がってきてビンターがスイーパーの位置に戻ってくるようなシーンが増えると思いますね。なるほどね、はい。さあ14番ブライアン・ロイ、そしてコジョンス、コジョンスのゴールで前半17分に先制しました。あと日韓の方はですね、左サイドのディフェンスに服部が戻ってきましたね。で前半は服部がやってた左サイドのポジションにカンチュルが入ってますね。ああ、なるほど。さあ服部が最終ライン、そしてそうですね、2番のカンチュル、そして服部が上がる。さあ2人の選手が反対サイドに開いてきましたが、中山とチェヨンス、中山、チェヨンス、さらにはキムドフンといったところは変わりません。服部、ちょっとマテウスと交錯しましたでしょうか。前半からかなりのやはり闘志むき出しというプレーを見せていましたマテウスです。チームメイトはですね、こういうふうにゴール前でちょっとアクシデントがあったといった時のチラベルトの飛び出しってのはものすごく速いんですよ、はい、これはもうアルゼンチンリーグでもそうですし、今移籍してるねストラスブールでも多分同じことをやってると思うんですけど、はい、この辺がやっぱり守護神だけではなくてチームリーダー、こういった資質を持っている選手と言われるゆえんだと思いますね、はい、やはりあのフランスワールドカップで決勝トーナメントの最初のゲームでパラグアイはフランスに敗れたんですが、そうですね、ゴールデンゴールでしたけどね。そうですね、その後あの崩れ落ちるディフェンダーを抱え上げていたチラベルトの姿、いや素晴らしかったですよ。印象的でしたね。さあコジョンス左足です。コーナーキック、まあ、ここで帽子を取ったチラベルト、中山、プロシネツキが来ています。7番をつけています。後半から入りました。現在はベルギーのクラブでプレーをしているプロシネツキ、7番、うまいトラップですね。そしてブライアン・ロイ、うまいね、ラモスさん今のね、うまかったね、うまかったね、左切られてるんだけどね。あ、さあロイからベロゾグルが上げていきました。キーパーの高川に来ています。清水さん、はい、やっぱりお二人からね、あのサッカーネタ選手さんにワントップになってるんですけど、あの人はやっぱ後ろから来ると魅力ありますけどね。そうなんですよ、パスのバリエーションも ものすごい持ってるし、あの突破でもできる選手だからね、努力がうまいし、はい、そこちょっと見たかったんだけどね。前線に張るのちょっときついね、はい、きついですよね。さあコジョンスもらって左足で左から、おっとおヒールです、ね、お後ろにパスを出しました。さあ速攻になるか、プロシネツキがダイレクトでつながります。さあまたブライアン・ロイ、オルテガは前に1人います。さあそのプロシネツキです。クロアチアのザグレブ時代はあのカズのチームメイトでもありました。さあオルテガ、プロシネツキ、技を見せるか、おっと見せます。そしてブライアン・ロイ、
上げて、プロシネツキ走っていました。今日試合前にカズ選手とちょっと話ができたんですがね、はい、プロシネツキについてはね、ザグレブで一緒にやってた時はちょっと体調崩したけど、とにかくボールテクニックについては、いやー、ダメじゃないものを彼は持ってましたよと言ってましたね。ちょっと違ってましたよっていう言い方をしてましたけどね。あ、オルテガからボラーニョ、ボラーニョ、おっと、これは PK ではありません。突っ込んできました、コロンビア代表。ラモス、あれですよね、オルテガは、はい、そうです ね、 あれね、シュート打つふりしてね、見事なスルーパスだったけど、うまいよね今の。まあ今のプレー、最後はボラーニョ、3人に囲まれるようにして最後足を出しました。まあ、ナイスディフェンスがありました、日韓オールスター。ここに開いている明神です。明神も前半は一つミドルシュートを打っていきました。まあ、今回は非常に世代も近いコジョンスなどと一緒にやるのが非常に楽しみだと話していました。そのコジョンス、あ、これは中山オフサイド、瞬間的に飛び出しまして、今目と目でうまくあったんですが、うん、今のお互いに分かってましたね、オフサイドになりましたけど、はい、いやー、まあ、改めてですけれども、まあ、金田さん、即席でもこういうことはできるものですね。今動き出しのタイミングとコジョンスのパスのタイミングぴったりでしたよ。はい、さあ、調べると早くまたフリーキックを蹴りたくてうずうずしてると思いますが、さあ、コジョンスもうほとんどトップ下という位置になりました。そしてボラーニョから、これは読んでました、明神右に開いていくのはキムドフン、しかしここは反対サイドへ、チェヨンス、さあ、ハットリ、ハットリ、全体的にバランスよく押し上げていきます。カンチェロ来ましたよ。そしてカンチェロが左サイドから、このキックはチェヨンス、左足打った、ワントラップで打ってきました。前半は再三惜しいチャンスを外しました、チェヨンス。今シーズンはジェフ市原でのプレーが内定しています、チェヨンスです。さあ、素早くいった、中山、おっと、狙いましたね、相手の選手に当たりましてコースが変わりました、中山です。去年は J リーグ得点王になりまして、これが自身2度目、2度の得点王というのはもちろん J リーグ史上初の快挙です、中山雅史。さあ、この中山とカズのツートップがこの後実現するんでしょうか。ベンチに控えるカズ、もう臨戦態勢に入っているはずです。こちらサイド5番をつけました、イ・ギムセン。清水さん、はい、こういうところでやっぱり中村俊介見たかったんですよね。あ、そうですね、とカズが来ましたよ、ね、カズが臨戦態勢ですが、とチェヨンス前に体を入れました、チャンスを作った、お、目の前にカズがいます、カズが出てきます。しかしピッチの上では世界オールスター、カズがいよいよ出てくるようです。さあ、バンギラからか、そしてプロシネツキ上げて、とここは合いませんでした。出ますね、入りますね。さあ、ここでキムドフンと交代ですね。ひときわ大歓声に包まれる横浜国際総合競技場です。キムドフンと交代、キムドフンに代わっていよいよキングカズ三浦和義がピッチに入ります。この瞬間を待ってました。まあ、チェヨンス、それから中山、さらにはカズという豪華な前線3人になります。ここでキャプテンマークをキムドフンから受け継ぎます、カズです。清水さん、はい、世界王子タッグを答えます。あ、そうですか、キッパーが、あ、ここでチラベルトからレオラに変わりますかね、はいはい、さあ、中にボール入れた、今場内コールがされまして、うまい。さあ、ここはボラーニョ、カズが入ったばかりですが日韓ボールにまだなりません。あ、いいとこですけどな、あーと、ここ反対サイドから来まして、これはコーナーに逃げました。コンビネーションができてないだけで本当にいいところ出しますよ、今のなんかね、キーパーも出れないですもん、ね、あれ、ババンギラがもっと早くこう来てたらっていうことですね。世界オールスター同点に追いつくチャンスになりました。蹴るのはババンギラ。さあ、後ろからマルシオサントスも来ていますが、ヘディングは上に飛んでいきました。後半まずはマルシオサントスの惜しいシュートシーンがありました。世界オールスター同点に追いつくんでしょうか。後半、チラベルトがこの時間帯でベンチに下がります。アメリカのメオラがゴールを守ります。前半見せ場がありました、チラベルト。しかしフリーキックはその時は壁に当たりました。
さあアメリカの代表の守護神として2度のワールドカップに出場しているメオラが代わってゴールに立ちます。おっとこれはちょっと危ない、バックパスになりました。高桑のキックです。まあ高桑もチラベルトのプレーを一緒のピッチでぜひ見たいと言ってましたが、はい、あチラベルト選手にね、ラモスさんからちょっとお話を聞いてもらいます。はい、いや今日プリキックのチャンスありましたんですけど、私たちすごい楽しみにしてたんだけど、Sí, sí, lástima que lo desaproveché, pero igualmente hay que reconocer el gol de la selección de Japón y Corea fue un gol fantástico. 残念ながらそれうまくいかなかったんですけれども、でも日本と韓国のチームの素晴らしさが見せられたんじゃないかと思います。ぜひこの、ね、2002年にこのスタジアムでプレーヤーぜひしてほしいんですけど。Dios quiere, Paraguay va a venir al Mundial de Japón y Corea. Estamos en condiciones y Paraguay va a ser un gran espectáculo aquí en Japón. Paraguay はきっともし出場しましたら素晴らしい試合をしてくれると思いますので、ぜひ2002年は来たいと思ってます。このスタジアムでこの素晴らしいファンの一つのメッセージもしありましたら、ぜひ一言お願いします。Realmente el público japonés es magnífico, fantástico y me gustaría mucho jugar en la J-League y principalmente ojalá que sea pronto. 日本の観客は本当素晴らしい方々なんで嬉しいと思います。それから J リーグに できましたらぜひ入ってみたいと思ってます。いいですね。やってほしいですね。コジョンスのフリーキックはちょっと読み違えたんですか？コジョンスは marcado el free kick contra usted. Sí, sí. Fue un imaginado.Sí, sí, pensé que el balón se iba fuera, pero cayó justo en el ángulo. Fue un gol fantástico. 外側からやってくるんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとそれを見違えて、でもよくうまくやりましたね。もう相手のことを褒めるのがね、すごい。いいところです。それやっぱりすごいですね。No. Los rivales siempre son buenos. Lo importante es que el fútbol es un espectáculo. Hoy ha unido a dos países hermanos como Japón y Corea y eso es magnífico.私はその敵のことは悪く言いませんと、その日本と韓国は本当に素晴らしいチームなので素晴らしいと思います。守られてますよ。ありがとうございました。ぜひもしチャンスあったらぜひ日本でプレーしてください。Bueno, esperamos muy pronto. Gracias, gracias. 近々お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というチラベルト選手です。まあ昨日の記者会見も開口一番日本語で明けましておめでとうございますと言ってくれましたから、かなりの親日家で、おそらくいつか J リーグでプレーする日が来るかもしれません。さて金田さん、はい、カズと中山とチェヨンスの位置関係なんですが、そうですね、中山チェヨンス2トップ、はい、そしてチャンスメーカーとしてカズが2トップの下にいますよ。まあ、東京に3トップのような形になると思いますけど、やっぱりカズには、はい、ゲームメイク、2トップの下でのチャンスメイク、この辺期待したいですよね。そうですね。とにかく日本サッカーが大きな躍進を遂げました。ここ10年常に J リーグの顔であり、そして日本代表の牽引者でしたカズ。おっと、これはなかなか迫力のある突進を見せました。カッカカラッツェ22歳です。186センチ76キロ。馬力ありますねこのカラッツェもね。そうですね。さすがに AC ミラン、その他のビッグクラブが今も非常に興味を示しているというカラッツェ。まあ、ディナモキエフですけど、おっとこのボールは、まあ、これはババンギナの快速でも追いつきませんでした。ただもう一つ壺にはまったらもうっていうようなプレーがいくつかありますからね。そうですね、ゴールキーパー高桑です。そして明神に2人が来ました。プレスをかけてくる世界オールスターです。ここで中山カラッツェを背負った。おっとコジョンスを吹っ飛ばすようにしてビンター、そしてプロシネツキ、そしてここにブライアン・ロイです。元オランダ代表、この人はストライカーでもありますが、ナイスディフェンスを見せました。いいディフェンスですね、はい、いいインセンでしょう。今3バックは日本の松田を中心にしまして、イー・イムセンとさらにカンチョル、カンチョル、まあ、3バックは左ハットリだと思いますけどね、カンチョルちょっと前ですね。そうですね、左サイドです。はい、コーナーキックのチャンスを得ました。さあまた来た、マルシオサイドですか。いや見たでしょう。いや惜しいチャンスが再三出てきましたが、ちょっと日韓オールスターを押されています。どうなるんでしょう。先ほどの世界オールスターの強烈なヘディングシュートをご覧いただきましょう。
ウィンターですけど ね、 いいところから抜けてきましたね、はい、蹴ったブライアン・ロイのボールも素晴らしかったですけどね、さあマテウスからまた1本のロングパス、これは明神対応しました。しかしプロシネツキ、さあここからどうする、近くにいるのはオルテガ、しかしプロシネツキが入ってちょっとリズム変わりましたよね、変わりましたね、世界オールスターね、オルテガ、オルテガしっかりディフェンスしました。松田がこれで上がっていく、松田が上がっていきます、チェヨンス、さらに今度は左サイド、松田はここで止まりました。そしてカズ、キャプテンマークをつけているカズ、前を向いた、先ほどカズからコジョンスのクロスというプレーもありました。ここに中山、さあ、あーっと一つ合わなかったカズと中山、カズと中山の前線でのコンビというのは去年代表でも何度かあったんですが、一番最近はあの去年の3月に関西で行われました中国との親善マッチ、最後の数分間でしたがカズと中山のツートップというシーンもありました。後半途中から出場しましたカズです。一気にサイドを変えてきました。あーっと明神のクリアがブライアン・ロイ、おーっと体の強さを見せます。イームセン強いですよ、彼はね、イームセンは韓国ではヘラクレスの異名を持っています。さあベロゾグルからプロシネツキ、さあ足元うまいんですよ、ね、いよね体のバランス、あれ足の裏で右か左かわからないね、あっとこれも見ないで出しましたが、わからない、今の持ち方は羽田さんも昔の左のインガーで何回もあれでやられたね、いやいや、どっち出るかわからなくなっちゃったな、いや全部に見破られてました、いやこれうまいんですね、久しぶりこういう選手見ましたな、あ足の裏使ってるのもな、うん、あうまいんですね、いけないもんね、あつまり前に飛び込んでいけないんですね、寄せていけないんですよ、どっちに来るかわからない今の持ち方でね、はい、プロシネツキはクロアチア代表としてフランスワールドカップで日本と戦いました、東欧の魔術師の異名を取っていますが31歳清水さん、またあの、はい、世界選手は、あのまた動きあります、はい、さあ明神のクロス、ね、いいボールが出ました、決めて欲しかった中山、うわナイスボールだな、今明治の最高のボールでしたね、ゴーらしくないな、これ2本目でしょ、そうですね、前半のシーンもありましたしね、いやー明治ちょっと見えなかったのかな、今チェヨンスで狙いすぎかな、低くて最高のボールだよこれ、あーそうだね、あちょっと右側に当たってるね、そう多分あのボール見えなかったですね、見えなかった、あそうなんですかね、チェヨンスで被ったんだと思う ね、 そうですね、いやー明神は素晴らしいボールを上げました。さあ中山、そしてカズのゴールが見たいという横浜国際総合競技場です。今決定的なチャンス中山が2本もらいましたからね、3度目は来た時にはチャンス生かすんじゃないですか、あ、うん、そうですね、あとね本来2トップで相手のディフェンスを背負ってプレーするカズよりは、はい、2トップ下にいて前向いてプレーしたカズの方が結構いろんなことやれるんじゃないかなと思ってるんで、ラモさんどうですか ね、 ね、そうです ね、 ね、もうちょっとあのカズの利用した方がいいんですよね、そうそうそう、忘れてもいいんじゃないかな、プロシネツキ、そのちょっと横にカズがいますがトロッタが入りましたね、世界オールスター、あー14番のブライアン・ロイに代わりましてトロッタを入れてきました。トロッタは最終ラインに入っているようです。まあ、カレンさん、このトロッタはあのアルゼンチンのペレス・サウスフィールドで、はい、チラベルトと一緒に来て世界一になりましたね、そうですね、今リーベルの選手ですけど、はい、やっぱりもう20歳ぐらいからずっと所属チームでキャプテンしてますからね、そうですね、アルゼンチンのプレーを見ても非常にフェアでいい選手ですよ、トロッタは、はい、現在リバープレートでもキャプテンを務めています。ボール取られまして繋がりません。そしてプロシネツキ、カズ気合い入ってますね、お、そうですか、ライリングしてますよ、なるほどね、今日は昼間20分間だけ静岡で試合をしてきましたが、そこから急遽横浜に移動してきました。いやこういう大きな舞台でカズが燃えないわけはありません。リーム戦からチェヨンス、明神ダイレクトで繋がった、コジョンスからさあ向こうカズだ、さあカズだ、カズ調整、カズ、相手に当たったじゃないかというカズ、勝負してほしかったな今の、ただねラモさん、今勝負するにはマルシオサントスが近すぎたよね、多分もっと止まるんじゃないかとカズ思ったんだったと思うんですけどね、それもあったね、カズにも見せ場が訪れてきました。さてこれでとにかく前の方は中山、カズ、チェヨンス、
何か金さん、お互いにいいところを引き出させようとしているようにも見えますよね。そうですね、清水さん、はい、日韓ベンチの方ですが、今秋田選手にですね、はい、来ていただきました。ちょっとインタビューしたいと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてのですね、日韓合同チームなんですが、一緒のチームで韓国選手とやってみていかがでしたか。そうですね、まあまず言葉がね、あまり分からなかったんで大変でしたけど、まあ、なんとかね、1対前半1対0で折り返したんで良かったと思いますけど。そうですね、はい、あと世界選抜ですね、まあ、今日残念ながらロマーリオは怪我で出なかったんですが、秋田選手が楽しみにしてた選手、いました。そうですね、まあ、ババンギアですか。あ、アフリカの、はいはい、がやっぱり早かったですね。逆サイドだったんで当たることはなかったですけど、あ、そうですか、はい、オルテガはどうでしたか。オルテガもやっぱりすごいドリブルがうまかったんで、要注意でしたね。でも止めてましたよね。そうです。いや、あれマーツが全部止めてましたんで。秋田さんほらもう3冠達成したばかりだから、疲れもあったと思うんです。そうですね、まあ中1日だったんで、まあ、半分にさせてもらったんですけど、すごく楽しんでできたんで良かったです。オルテガ2002年はね、スペさん、はい、ぜひ秋田さんにここでね、そうですね、やってもらいたいですね。秋田さん、まあ、7万人、満員のお客さん入ったんですが、そのファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、まあ、またワールドカップでね、この地に立てるようにね、これからも努力してやっていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。秋田選手でした。はい、椎名吉平さん、ありがとうございました。という秋田選手の話ですが、さあプロシネツキから何度こうしーちゃん、今高桑のナイスセーブもありました。決定的なシーンでしたよ。おお、これはうまい。絡ってからつながったボール、最後中に入れたんですが、入れたのはメロゾクルですかね。そうですね、高桑もファインプレーで防ぎましたね。そうですね、高桑は昨シーズンいよいよまあ、J リーグのベストゴールキーパーに選ばれるような存在になってきました。チェヨンス、大田中のオフサイド、惜しかった、まあ、ゴールキーパーとの1対1も見たかったんですが、ちょっと前に出ました。なんか今は94年のね、ええ、ワールドカップ予選のイラク戦でラモスから 中山へのパス、そんな感じじゃなかった、今思い出したよ。ありましたね、似てましたね、似てたね。あの勝ち越しゴールですかね、思い出させないでくださいお願いします。その後にね、思い出したくない出来事がちょっとありましたが、恥ずかしいですよ。ベロゾグル中盤で動き回ります。おっと、激しくぶつかった、お顔面を押さえて倒れましたが、さあ日韓オールスターズチャンスになりました。後半の26分、中山が開いている、反対サイドチェヨンスが走る、カズも来た、中山どうする、さあ左足でどうする、あー後ろからのディフェンス、トロッタです、トロッタに潰されました。さあしかし一気に行きます。今ようやくベロゾグル立ち上がりましたが、プロシネツキか、あー、オルテガだ、オルテガ、これはパスを出しました。いい無線、いいクリアですね、よく戻りましたよ。いやしかし本当に体を張ってね、気持ちが入った時の韓国のディフェンスは、金田さん、非常にこう世界でもね通用するんじゃないかというのがありますね。いや、タイトですし、フィジカルも強いですよね。マンマークって言ったらやっぱりね、韓国のディフェンス強いと思いますね。それは先月日本代表もまた苦い思いをしました。さあオルテガのコーナーキックで、これまた選手が突っ込んできた、高川が守ります、クリアしました。しかしこのボールはコルフボラーニョ、コロンビア代表、そしてプロシネツキ、クロアチア代表、おーっと見せる見せる、そして打ってきた、最初のドリルのフィットも良かったです ね。なんであれのフェイントだけで間合いを作れるんやろうね。やっぱりそれは世界に強する選手でしたね。はい、やっぱり変わりましたよね、プロシネツキ入って、ね、全然変わったんですよね、リズムね。これはちょっとシュートも予測できなかったと思いますね。まさかね、ね、まさかだよね、これなんか打つタイミングに全然見えなかったですよね、うん、ここですからね、ひょいっと打ちましたけど、あ、うわ、
同点に追いつきました世界オールスターズです。後半27分うわやっぱりすごい選手はすごいんだ ねあれ距離もだって25やりましたよ、うん、それもシュート打つぞっていうフォームじゃないですからこれねうまいんですよねうまい呆然とも立ち尽くすしかないという日韓オールスターズいやー見せました。まあこのプロシネツキは旧ユーゴスラビア代表時代からとにかくヨーロッパでは有名な選手でクロアチア代表になってからあのフランスワールドカップではあの3位決定戦のオランダ戦ですね素晴らしい活躍を見せましてゴールも決めました、ねえー、日本との戦いではもうあの暑さの厳しい中でプロシネツキはあんまり目立たなかったんですがここは日韓ボールになります。これは見せてくれました。いやー今日集まった横浜国際総合競技場のファンの目に焼き付いたでしょう。さあ同点に追いつかれました日韓オールスターズです。前線には中山とカズそしてチェヨンスがいます。なんとかカズのシュートシーンというのを見てみたいんですが一度左サイドを切り裂いていくシーンがありました。さあダイレクトで前中山が体を張るが強いとろったしかし後ろからまたコジョンスも中盤で体を張って頑張っています。前半17分日韓オールスターはこのコジョンスの左足の直接フリーキックが決まりました。しかし徐々に世界オールスターズもプロシネツキのゴールでまた気持ちが前に来ていますか。これはスペースに出して松田のカバーリングです。しかしあの17番のベルゾグル、はい、非常にこういい選手ですね。活動量多いし、それをなんといっても中盤でコントロールしているボランチの、ね、ビンタ、はい、やっぱり素晴らしいですよ見てて。そうですか、あマテウスが出ればカバーリング行くしね、攻守の切り替えで日韓が攻めている時にも全然彼遅れてないですよ中盤で。そんないいコンディションじゃないはずなんですけどね、やっぱ素晴らしいですね。すごい運動量だ ね素晴らしい。すごいよやっぱりこのサポートの目の前でね、やっぱりその失礼なことをしたくないんですよね。それなんだろうね、プライドがありますね、やっぱり見てると、はい、気持ちいいですよね、やっぱり見てると。そうですね、うん、さあそれからピッチサイドもう一人椎名吉平さんですが、はい、椎名さん、はい、現在椎名さんどのあたりを主に見てるんですか。僕ねやっぱりあの、後半入ったあのカズですね。カズがあの、トップ下に近いポジションで、どういうプレーができるのかっていうのは今楽しみに見てます。はい、まあ、カズそれからチェヨンス中山この辺りがうまくお互いのいいところを引き出しながら攻めていくんですが、いやこのチェヨンスカズ5っていうフォワードの、揃い踏みっていうのはこれ本当に見れませんもんね。これはすごいですよね。まあ前半はキムドフもいましたが、さあコジョンスどう使うのか。さあカズがスペースに走っていきます。お上がっていったのは左サイド、カンチョロがまた行きましたね。積極的です。そうですね、カンチョロは右でも左でもできます。さすがマテウスの読みがすごいですね今ね読みがすごい抜群ですねさあそしてカラッツェですが、今度はイームセン、イームセンも負けてはならない。後半から入りましたイームセンです。韓国のヘラクレス、さあ戻しましてここに明神が下がっています。ゴールキーパー高川までボールを戻しました。現在1対1、追いついたのは世界オールスターズです。ディフェンスラインでボールを回しますが、服部、松田も金田さん、はい、あの1対1ではかなりですね力を見せつけてるんじゃないですか。いや強さ出してますよ、読みの良さも今日出してますしね、前半オルテガクエバスのドリブル防いだのはやっぱり松田の読みが多かったですね、1対1の強さとかね、ポジショニング。相手の力が上になればなるほどそのマッチアップに快感を覚えるタイプですから ね松田は秋田松田そういうタイプなんじゃないですか。はい、後半のあっという間にもう30分を過ぎました。32分になっています。清水さん、はい、僕この前もイタリアちょっと行ってきたんですけど、あそこの辺でしたらね絶対ねその松田とか中田たりね絶対ね出場すると思いますよ、うん、ヨーロッパ、ヨーロッパで、あセリエで、セリエで、はい、あまあそのあたりはあの今回 J リーグの代表としてこのチームを率いる横浜 F マリノス監督のアルディレスも話していましたが、はい、やっぱり去年2000年の J リーグを見ていると本当のプロらしいプロも出てきたし世界との差は日本はかなり縮まってきてるんじゃないかということをね、そんな通りだと思いますよ、話してくれましたね、はい、ただラモスさん、はい、
韓国の今回チョ・ガンレ監督がですね、はいはいはい、やっぱり2002年のワールドカップは、はい、日本と韓国は必ず本大会で1次リーグを突破しなければならないということを強調してましたね。いやその通りですよ。でも僕はね、結構突破するんじゃないかなと思いますよ。いきますかね。間違いないですよ。ただも信じてるんですけどね、はい、ちゃんと幕やればまあ結構ベスト8まで行くんじゃないかな、僕は期待してますけどね。はい、はい、ダブルレブラ上がってきましたけどね、うん、はい、今カズから中山ですが、さあこのボールはカラッツェ左サイドで強力な左足を何度か見せています。さあ日韓オールスターがスススーッと下がっていきます。これは金田さん、はい、この時間帯ですがもう両チームとも絶対に次の点を狙いにいってるはずですからね。あっとゴール前のシーンがおそらく多くなってくると思うんですけどね。そうですね、ただやっぱりね、世界選抜の右サイドのババンギダ、左サイドベロゾグルですか、それとカラッツェ、左右のバランスが非常にね良くなってきましたよね。カズ左足、いやマジマテウス、あマテウスですか。いやそこでいかんか、あ待ちました一瞬ね、アタックしませんでしたね。最後はちゃんとケツつけて取ってるもんね、ラムスさん今のね。もう39歳でね、打てると嬉しいですよね。もうよかった今カズのドリブルもね。カズもなんか一瞬嬉しそうな表情しましたね、今ね。悔しかったと思いますが、ベロゾグルから前、おっと倒したが、これはプレーはなりません。清水さん、はい、カズの場合はね、ボールね触れば触るほどにね、調子どんどん出てくるんですよね、うんうんうん、だからそれ周りの人それ多分分かってないんですよね、できるだけどんどんカズ使ってほしいんですよね、はい、はい、彼だったら絶対きっとなんか見せてくれるんじゃないかなと思います。やっぱりどんどん調子出てくるんですよ彼の、はい、の場合は、そしてとにかくどんどんボールをカズに集めて、はい、そうですね。さあ中央で服部から中山、チェヨンス、そしてカズ、オフサイドではない、右足、うわー、右足、左だ、素晴らしい、いやー、カズのゴールが出そうです。トラップもうまかった。さあ前に走ったのは服部、さあ先ほどのカズの惜しいシュート、振り向きざまでした。まあ、飛び出しまでは完璧でしたけど、ね、チェヨンスから来てますもんね。いいパスでしたね、これもトラップも良かったですよ、ラモスさんおっしゃってましたけどね、うまかったですよね。金田さん、はい、このコージョンスがやっぱりうまいね、うまいね、素晴らしいね、でも今のもね、完全にディフェンスの矢場を外したパスですもんね、マテウスは反応したけどね、うまいわ。まあ、韓国代表はオランダ人監督のフースヒディングの下でいよいよ今月の10日から新しいチーム作り始まります。コジョンスがまた代表復帰しました。これでどんなチームが出来上がってくるのか、そこまだね、本命本命入ればすごいんですよね、この試合も見たかったんだけどね。あ、そうですね、まあ、今回は韓国の選手は K リーグ所属の選手ということで J リーグに来ている韓国選手は選ばれませんでした。で、ね、はいはい、さあドリブルだ、バワギだ、中央、おっと振り向きざま、こぼれたボールはどうだ、素晴らしいクリアしました。イムセンかな。ああ、イムセンですね。ですね、イムセンも一番新しく発表されました韓国代表に復帰しています。これビンタ。いやー、バランスを崩しながらもよくクリアしました。さあ、しかしピッチの上ではまたプロシニツキが中盤で。おおと、また戻った。カラッツェ、グルジア代表カラッツェ、ここは倒れない。戻してベロゾグルからグラウンダー、お、松田のクリアはちょっと中途半端です。明治がここにいます。明治落ち着いているが、このボールはどっちだ、ゴールキックになります。後半の36分を経過しました。いやー、力強いだけじゃないですね、カラッツェはね。そうですね、まあ、カラッツェ、ベロゾグル、この辺の左サイドはね、面白いと思いますね。そうですね、いやー、明治が股を抜かれました。悔しいでしょうね、選手としては。悔しいですよ。チェヨンス、カズが中を走っていきましたが、パス出ませんでした。中山から、中山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 、キーパーの寄らせた。その横にはカズがいました。いや、どうも今カズに落としてほしかったね。真横でフリーにいましたもんね。ここからここでゴンのファーストタッチ、
やっぱり自分でっていうのは強いよね。自分で行きましたね、まあ、いいことだと思いますね、うん、いいことですよ、はい、さっきの数もね、左サイドをよく見たらゴンもいたし ね、そうですね、はいはい、あ見せています。クロシネツキ、もうタイミングが絶妙。コルヘ・ボラーノかな。ここで全部ボールが落ち着くようになりましたから ね、あっとトラップに失敗しました。ベロゾグル、ここを奪った明神、明神から流れる中山、おトロッタ前に、トロッタが前を体に抜いてインターセプト。そしてビンターです、元オランダ代表、いや現在もオランダ代表です、ビンター。そしてボラーニョから向こうサイド、ナイジェリア代表のババンギダ、ババンギダからビンター。最終ラインマテウスにボールが戻ってきました。現在マテウスはあまり上がっていこうとしませんが、1対1の同点、まもなく後半の40分になろうとしています。そしてババンギダ、あっとカンチョル、カンチョル勝ちました。ナイジェリアのババンギダに勝った。いやよく見た。そしてと今またコジョンスですか、出したの、カズ出ますよ、カズに、さあカズが、あっとシェオス、いや今見てなかったね、いいタイミングで上がったんですよ今カズは。もったいなかったですね、カズ出して欲しかった今ね、ダモスさん、はい、やっぱりあの2列目から飛び出すカズ面白いですね。面白いですよ、まあ、まあ将来多分ああいうポジションでやってくれるんじゃないかなと思いますけどね。新しくヴィッセル神戸の入団が決まったカズですが、あおそらく今年もたくさんゴールを決めるでしょう。いや今年燃えますでしょう、ね、期待してますよ。そうですね、現在 J リーグ194試合で通算112ゴールという素晴らしいカズです。ボールを奪えば一気にカズと中山の前の運動量でチャンスになるんですが、さあなんか世界選抜はバランスが良くなってきましたね。やっぱり時間とともに分かり合ってきた。あっと、あいいとこだ、うん、今なんかでもスタートのタイミングなんかは ね、ババンギだ。プロシネツキ同点ゴールを決めています。さあ最後数分間ですが、非常にこれは厳しい戦いになりそうです。お互いがプライドをかけて名誉のために戦っているピッチの上、さあペットですから、どちらかというとボールキーパーはやはり世界オールスター、日韓オールスターはカウンターの速攻にかけるというような形になってきました。押し上げて分厚い攻撃を見せ始めています世界オールスターです。やっぱり前線、おっとチャンスだ、これチャンスになる、あーと、うわーマテウスですよまたねえ、カレダスは体張ってますね、すごい素晴らしいね、ああいうのね、また行くよ、うおーっとすごいすぎるよね、うん、いやいや見事です、マテウス、まだまだ若い選手を見せる、ねね、ることまだいっぱいあるんじゃないですか。まあそうですよね、大変ですよね、はい、いや本当繰り返しになりますが、こういう姿を見られるのはもうあと何試合も、いやこれが本当に最後かもしれません。この放送はもちろんヨーロッパにもテレビで中継されますが、ヨーロッパ中のファンもおそらく息を飲んで見てるでしょう、感動してるんじゃないですか、マテウスのプレーは、ね、そしてプロシネツキ、ボールが来る前に周りを確認した。そしてオルテガが走ります。オルテガのドリブル、これはちょっと外してしまいました。さあ残り時間少ないんですが、果たしてどちらのチームが勝ち越しゴールを挙げるんでしょうか。1対1、最後の時間帯の戦いです。ロシネツキ、おーダイレクトでベロゾグル、この辺り何が起こるか分かりません。とにかく日韓が歴史的な瞬間を迎えています。ついに合同チームを結成しまして、世界を相手に今戦っています。1対1の同点、さあベロゾグル、プロシネツキ、カラッツが行くが、プロシネツキ自分で行くのか、打ってきました、わずかに外れました。現在日韓両国政府間ではサッカーワールドカップの日韓共催が行われる2002年を日韓国民交流年と定めまして、幅広い分野での国民的な交流事業も推進していますが、まあ、とにかくそういった位置づけから言っても非常に意義のある今夜のゲームになりました。カレナさん、はい、やっぱりあの今回はアジアの力をですね、はい、日韓共同で世界に見せたいという趣旨もありますので、はい、最後は勝ち越しゴール決めたいところですけどね。そうですね、やっぱり共同作業で大きな成果を残すっていうのはやっぱりこういうね大きなイベント、それも日韓合同チームで勝ち越すということですよ ね、はい、ですね。ただここまでは両チームともすごくいい仕事してるんじゃないですかね。いいプレーだと思いますよ、ここには本当にこうきらめくものを見せてくれます。世
界をリードする才能のきらめきを見せています。ここは奪えない。マテウス一気に前へ。これはオフサイドのフラッグが上がっています。しかしそのまま、いや、ここでホイッスルが鳴りました。後半も間もなく44分になろうとしています。いや、まだまだ長い時間この試合を見ていたいんですが、カズ惜しいシュートがありました。カズと中山、さらにはチェヨンスという3人のハーモニー、前線で喜びの勝ち越しゴールが生まれるんでしょうか。さあ、カズがすぐに戻しました。これは出ません。大丈夫、服部から。いや、そうですね、カズとにかく最後の最後まで諦めません。蹴るのはコジョンスです。ん、残りがまもなく20秒になろうとしています。しかし今ね、中山がスペースめがけて走ったんですよ。実際にスペースありました、はい、でもカバーしたのはビンターですからね。今のしっかりしとか見てますね。集中力全然切れてない。あ、すごいですね。コジョンスカーブがかかってメオラ。バーチャルシステムで距離を今ご覧いただきました。前半に17分、コジョンスの先制ゴールが決まりました。韓国はまあ途中から8番のパクナメロも中盤出ています。そしてコジョンス開いた。チェヨンス今のスタイムに入りました。コジョンスから遠いところ、カズ杭のやや左サイドに待っていたカズです。しかし一人一人がもう本当に詰めてきますね。世界オールスター好きにさせてくれません。しかしカズ、そんな中でゴールを挙げて日韓の力を、そしてアジアの力を世界に見せたい。カズのクロス、いいボールや。ですかね、素晴らしいシュートで、もキッパーがものすごい素晴らしかった。いや、これはメオラファインプレーですね。ファインプレー間違いないですね、金谷さん、うん、すごい。ラモスさん、松田ですよ、今の松田ですね。松田ですね。終わりました。ここでホイッスラが鳴りました。日韓オールスター対世界オールスター、90分間戦い抜いて1対1の引き分けです。初めて日本と韓国の合同チームが実現しました。歴史的な一瞬、夢のドリームマッチは1対1の引き分けに終わりました。いやー、金田さん、はい、しかしとにかく最後はなんか勝負にこだわった面白いものを見せてもらいました。後半特にそうでしたよ ね、 そうですね。非常に見てて面白かったですね。はい、いやー素晴らしかった。さあ、それからピッチサイドも感想をお願いしましょうか。いやー素晴らしかったですね。素晴らしかったですよ。 できたらですね、ここにコジョンスあるいはカズあたりに来てもらってですね、そうですね、皆さんにもインタビューをお伝えしたいんですが、はい、いや、じゃあ まず我々の感想、キッペさん、まあ本当にいい試合で、すごいフリーキックコジョンスも見れましたしね、はい、プロシネスキのシュートもすごかったですよ。すごかったですね。もう目が覚めましたな。まあこれ引き分けていくのはラモさんの予想が当たったってことですね。そうですね、まあ2位だと思ったんだけどね、引き分けは引き分けだけどね、はい、いや今日韓合同チームみんなで握手して、あ、カズと今ね、それぞれユニフォーム交換してますね。今私たちの後ろにマテウスがいますけども、あ、マテウスだ。いやー、ダンケシェン、ダンケシェン、なんか一言、誰が強い、英語できる、英語、英語、ドイツ語、ドイツ語、あ、木村さん英語でちょっと聞いてみて。I think it was a nice game. Most of it from Japan, Korea has been very good. And I thinkWhen you see we come yesterday to Tokyo, a couple of players was coming today. I think it was a great game from the All-Star team too. はい、本当に夢のサッカー、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ダケシェン、ダケシェン、20世紀、我々に多くの感動を与えてくれたサッカー、そして幕を開けた21世紀、この21世紀も我々にとってやはりサッカーの世紀になりそうです。
未来を変えていく力、アクセンチュア。朝日新聞、ニッセイ、ホンダとご覧のスポンサーがお送りしました。